のは関本選手です。まず今の感想からお聞かせください。まあ、長いこと野球やってますけども、こういう形でヒーローインタビューに立てるとは思ってなかったので、ちょっと待ってくださいよ。9回の攻撃紐解いていいですか。まあ、満塁になりました。投手交代もありました。どんな気持ちで打席にまず向かっていったんですか。まあタイムリーでね、さよならで決めるっていうイメージを、描いてたんですけど、一応満塁なんで、まあ、押し出しもあるしデッドボールもあるということで、まあ、ベースに近づいていったのが良かったんじゃないかなと思います。実は関口さんは阪神ファンの方ならよくご存知だと思いますが、過去5度さよならあるんですけども、今日はバットを振らずして決めました。こういう形もあるんだなっていうのをね、よく、身に染みましたし、もうとにかくもう打席では必死のバッチで、やるだけなんで。まあ、今日はベンチの中で試合をご覧いただいてたと思うんですが、必死のバッチで言うと能見さんがまさにその必死のバッチのピッチング続けてましたよね。ピッチングでね、投げてる姿で野手が、ね、奮起しないといけないというのがもうよく分かりましたので、本当にナイスピッチングだと思います。さあ、そしてチームは勝率5割に復帰して、これで3連勝となりました。正直交流戦は5連敗でスタートしただけにファンは心配していましたが、現状どうですか。そうですね、もうこの3連勝で、ね、波に乗っていかないといけないし、明日必ず、勝ちたいと思います。試合があります。これからに向けて、じゃあ関本さんお願いします。明日も、必死のバッチで頑張ります。今日のお会いは関本選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。関本選手には本賞が贈られます。さあ、今日は勝ったらハイタッチイベントです。ベンチ前で子供たちが